ズレン界のあらすじ。昔昔あるところにお坊さんとお坊ちゃまがいました。お坊さんの名前はすぐいくっくりん師匠として、この辺では有名なすぐいくっくりん使いの一人です。そしてその見習いのお坊ちゃん、お坊ちゃんは一つある悩みを抱えていました。頭がテカっていることです。そしてお坊ちゃんはお坊さんにすぐいくっくりん師匠に聞いていました。なんで僕の頭って光ってるの？そしてお坊さんは答えました。それはね、まだ若いからよ。そしてお坊ちゃんは答えました。やだやだ、こんな光ってるの、学校で友達に黒光り親指っていじめられるんだ。そしてお坊さんは答えました。だったらすくいクックリンで洗浄しちゃう。はあ、武者修行って言っても一応山ごもりに来たけど、山の中って何もないな。すくいクリン、あ、すくいクックリンずっと練習してるけど全然上達しないな。はあ、これじゃあすぐいくっくりん師匠の元に帰れないよ。え？なんだこれ？竹か。あれ？昨日まで竹林なんて昨日あったっけな。あれ、まあいいか、今日はここで練習するとするか。さ、せや、せいや。くっそー、今日もあんまりうまくできないな。あ、もうちょっと暗くなってきたし、そろそろ帰るか。ん？なんかこの竹だけ少し明るいような気がするな。ん？これ竹取り物語みたいに竹切ったらまさか女の子が出てきて一緒に結婚できるかもしれないぞこれ。ちょっと切っちゃおう。女の子ではないな。ん？これすぐいクックリンじゃないか？待って、もうこんな色のすぐいクックリン見たことないぞ。なんだこれは。ちょっとすぐいクックリン、あ、すぐいクックリン師匠にちょっと見せに行こうっていうことがあったんです。すぐいクックリン師匠、あら、あなた選ばれし者なのね。エバラ焼肉のタレ？あ、エバラシモ、あ、選ばれし者？そうよ。このすぐいクックリン騒動は、代々早く行く人が、生まれ持った才能がない、早く行ってしまうすぐいクックリンのすぐいく使いが手に入れられるものなのよ。じゃあ僕は、この武器は僕のものってこと？そうよ。あなた、この武器を使ってみなさい。心で感じるのです。そうすれば何か見えるものがあるでしょう。わかった、この武器を使って僕が頑張ってみる。すくいくすくいく一発で敵があのようにすぐ行くよ。すくいくすくいくみんなこれ一本で世界を救うんだよ。アッキーアッキー、すくいくすくいくみんな大好きすぐいくクリーン。とはいうものの、ホッケフ島に足を運んでみたけど、初めて使う武器なんて使える、あーおー、仲間にちゃー、いつも僕が使ってるすぐいクリーン使ってる味方がいる。あれじゃないと倒せる気がしない。あの武器でさえ修行しなきゃダメだったから、修行してる最中だったのに新しい武器使えたなんて、師匠も大変だな本当に。なんか倒せた。なんだこのみなぎって、あ、え、なんだ、なんなんだこの力は。何かみな、なんなんだこいつも、スクイックリンみたいな武器使いやがって。正直なこと言うと他の武器使ったことないんですよ僕。師匠からね、スグイクックリン以外の武器は使うなと言われていて、初めて使った武器なんですよねこれ。はい、新武器らしいんですけど、新武器じゃねえや、間違えた、あの竹から出てきたんですけれども、はい、スクイックリン、あ、倒せた、あれ、いつも倒したい、倒せなかった。なんなんだこの武器、今のやつはどこに飛んだ、ここだ、あ、倒せない、あ、やばい、あ、やばい、ここに隠れて、ここに隠れて、2対1はずるいだ。なんだろう、初めて持った武器なのに
もうすでに3人ぐらい倒せて、あ、やべ、射程短、なんだこの武器、ゴミかよ。あ、ちょちょちょ、あ、やれた。初めて持った武器なのに、なんかまるで力が湧いてきて、源泉かけ流し温泉宿ぐらい湧いてくる。うん、それか、俺のちょっと尖った企画のアンチキッズぐらい湧いてくる。俺は、おぉ、なんだこれは。この機動力、機動戦士ガンダムザクよりも機動力あるぞこれ。すごい、なんて言うんだろうかな、このヤバくなった時にジェットパック、そして吸盤ボム、切る特化型の武器になってる。これはイカスフィアとかポイントセンサーとか味方頼りとかではない。この武器は僕が、この僕が、ちなみに僕って名前何なんだろう。いつもお坊ちゃまって言う体だから、体じゃねえ、お坊ちゃまだから名前なんて知らないよ。着狩りしようとしてるやつを倒してくるやつってマジゴミだな。あ、着狩りしようとしてる時点で僕もゴミか。どすこい。さて、敵さんどこだ。今こっちに行ったよね。逃がさねえぞ。はい、あ、お前チャージャーのくせにとつってきてんじゃねえぞ。とつっていいのはスクイックリンだけって。はいよ、お疲れ。とつっていいのはスクイックリンだけってすぐイクックリン師匠が言ってたんだからな。上にいる、上しべるか。あ、これは勝ちそうです。勝ったのかな僕。新しい武器で勝ったんだ。味方のスクイックリンよりもキルしてる。いや、なんだキルだった。同じキルだった。デボン海洋博物館にちょっと足を運んでみました。あんまり博物館って来ることないんだけれども、このスクイックリンを持つときはいろんなステージに行ってこいと師匠に言われました。ってことでガチマッチに潜りました。あれ、味方なんで動いてないんだ。殺すぞ。力ずくで動く。あ、動いてくれたね、よかった。危ない危ない。さて、敵さんどこに。あ、そこに今ローラがバッシャンやってたな。あんなでっけえ武器使って。やっぱ細長くてね、これコンパクトだからね。なんて言ってもその辺にね、なんだってね、飛びまーす。いや、なんと言っても、あ、これ死んだんじゃね。あ、沼ジャンだったね。いや、本当にすぐいクックリンには、あ、すぐいクックリンってあれで師匠の名前じゃなくてすぐいクックリン、この武器なんだけども、このすぐいクックリンは本当にね、軽い、そしてすぐいける。うん、すぐね、キュッパンじゃん。他のチャージャーリッターと比べたらすぐ行くんですよ。あんなリッターみたいなね、ソーローなんかとね、一緒にしたくない、一緒に欲して、くそ、一緒にして欲しくないんですよ。うん、チャージャーがね、一番ちょうどいいとかいう女性多いと思うんですけれども、やっぱりすぐ行くクリンだと思うんですよね。はい。もうすぐ行くクリンが一番いいんですよね、やっぱり。やば。あ、抜けない。すぐ。くそ、くそ。あー、お酒飲んでるからすぐ行けなかったか。くそ、マジか。そうなんですよ、この武器ね、本当に飲酒は絶対しない方がいいんですよ、この武器使ってる時。うん、エイムが定まんないし、まずね。はい、で、この武器なんですけれども、すぐいける、そして吸、おっ、いいね。こういう風に吸盤でも倒せるんで、中間も長距離も近くもいけると。で、近くに来たらすぐいクックリン、そしてジェットパック。こんなに切る量産型の武器なんてめったにないですよ。あ、これ上がってくるか。オッケー。気持ちくない？なんだろう、この洗浄され、心が洗浄されますよね。いや、こいやー、ここってこい、ザコザコ。あ、やっぱ、さて、これ取って飛んだら、これ入れられるんじゃないか、ここにできなきゃ。あ、これ入れられっぽいですね。味方に落ちなのに入れる、鏡。1枚か。もう1枚だ！やばく、やばくないですか、今の。今の普通にうまかったですよね。で、これを入れる、入れる。さて、俺ちょっとここで。ジェットパーク、ジェットパーク。いい、突型、突型。まだいる、まだいる。はい、あ、無理か。あ、これ死んだじゃん、絶対。やめてくださいって言った、俺は。やめてって言ったのに攻撃してくるってことは、無抵抗な相手を攻撃するってことと変わらないんだよ。これ言っちゃえば犯罪。これガチで犯罪だと思う。うん、相手も寿司コラベッチで使えない刑にします。保存しとこう。ちょっと切れそうになったんで保存しておきます。デュデュでも、吸盤があるっていうのがやっぱ強いな。シールドとか、やっぱキャンプ、オッケーやった。キャンプ系って結構やっぱり一発でたこれシューンバーンじゃないですか。いくらソロだといえやっぱうざいんですよね。だからこうやって吸盤があるとね、ブルリンパ、あー、違う、まあ、え、なんだろう、初めて使う武器なのに、なんて言うんだろう、この食感が、なんて言うんだろうな、分かりやすく言うとバットとかダーツとかゴルフとかあるじゃないですか。ああいうのって、あ、まあ、バットとかゴルフはあんのか知らないですけども、誰々モデルとかあるじゃないですか。靴とかも。プロバスケ、じゃあバスケでいいや。バスケットシューズ。あ、やばくね、これ普通に。あ、いや、普通にヤバタンニエンの麻婆春雨じゃん、これ。え、一枚やった。あ、今のやつはめちゃくちゃかっこよくて女にモテてた。あ、ナイス見たら。
あるじゃないですか。例えばこの靴、伊藤博文モデルですみたいな誰が大統領の靴履くねん初代、伊藤博文モデルですみたいな。で、ちょっと待ってね、これ終わった、無理だ。伊藤博文モデルだったら伊藤博文が履いた足に作った靴みたいな。わかりますかね。このスクイックリン、もう俺モデルなんですよ。今日初めて使ったのに。この手のグリップと、このスクイックリンって、この、拳銃みたいにっていうか、拳銃使ったことないからわかんないけど、じゃあ水鉄砲みたいに、これ1個取ってこれ入れよう。よいしょ、できた。これやってあげたいな。やった。あれ、あさりない。これ使っちゃう。なんかちげえやつやった。お前傷んだ選手権大会第一、もう一枚やったお前傷んだ選手権大会第一だよね、よくあるよね。さ、友達とさ買い物行っててさ、服を見ててさ、ねえこれ可愛げに友達いなかった横なんか知らねえ人に話しかけちゃったみたいな。今そんな感じだった気分、今何の話してたんだっけ。俺何の話してたかすら忘れちゃうぐらい忘れちゃったんだけど、何の話。伊藤博、あ、これやれる前に出ちゃダメだよ。あんまでしゃばるとこういうことあるっていう、この社会の勉強を教えてくれてる。おっと、気持ちいい。待って、俺ガチで上手くない？やばくない？降りてこい。ビビっちゃってんだお前。ええ、すいません、ビビった。俺がビビった。一番ビビった俺。まあ当然ですよね。まあ、やべ、キャラ違う。キャラなんか、出しゃばりキャラになってた。やばい、いつから俺出しゃばってた？俺はいつから出しゃばってたって深くしていた。いやでもスクイックリは出しゃばって前に出ることがやっぱ強みっていうのもあるしな。いつから俺は出しゃばってたんだ。やばい、やっちまった。これいつもの癖、悪い癖ね。ちょっとキルし始めると悪い癖。これ坊ちゃんの悪い癖だ。